プロ野球史上最強のストレートこの球で満場一致。これは藤川球児、火の玉ストレートってつけられてるくらいだからな。いや佐々木朗希だろ。藤川とかトラックマン以前の古い投手だし、さすがに藤川より笹朗が上はないわ。藤川はストレートだけでカブレラ小笠原を抑えたんやぞ。佐々木朗希はストレートだけ投げたら普通にオールスター打たれてたし、藤川を見てない世代がいることに驚きを隠しきれないわ。やっぱり江川やろ。今映像を見てもストレート異次元だし、中日にいた投手もすごくなかったか。名前忘れたけど中里やな。藤川と変わらんレベルの直球投げてた記憶あるわ。野茂もストレート伸びすごかったやろ。しかもストレートとフォークだけでお薬時代を抑えてたし、さすがに史上最強ではないわ。個人的には五十嵐が投げてた明らかに重そうなストレートも好きだったけどな。古田の方程式では藤川って答え出てたよな。やっぱりプロが見ても異次元なんやな。こういうとこであんまり名前上がらんけど、和田のストレートって地味にすごくね。42歳で本格派とか藤川よりすごいやろ。和田はマジでやばい。ピッチング内容自体は今が全盛期って言ってもおかしくないもんな。定期的に見たくなるのはやっぱり藤川のストレートやな。このチャンネルでは野球ファンの様々な発言をもとに、独自の視点でファンの声をまとめた動画を発信しています。最新の野球ニュースを見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。